妻の思いをよろしくお願いします。 The Movement です。よろしくお願いします。追悼というわけではないですけども、ちょっと皆さんに聞いてもらおうと思って流しました。ではムーブメンツの始めたいと思います。Keep on the DNA, singing the morning.
見渡してるそのお前は高そうぶっきりのまさときがお前やっぱりその気にしかない思いとどまらず前を見ようこの先どうなってもいい当たってくれけど当たってへん Yeah.
改めましてムーブメンツです。イエーイ。いやね、オープニングでも喋りましたけども、木田太郎先生がね亡くなりましてね、知ってますか、木田太郎さん。何話のモーツァルトよく知ってらっしゃる。93歳で、ね、大往生ですけどね、とても尊敬してまして、木田太郎先生の面白かったところは何かの曲とそっくりなんですよ。ね、この曲なんだろうみたいな、そういうなんかそんな感じの曲も結構あったりして、なんか本人曰く5000曲作ったとか言ってましたけど、まあ僕らもねそういうオリジナル曲とカバー曲を混ぜながらやっているんですけどもね、次の曲はですねオリジナル曲なんですね。で、冬の曲なんですね。もう暑い夏も間近だっていうのに、ちょっと一曲冬の曲をやらせていただきたいと思います。ひょっとしたらどっかの何かのフレーズに似てるかもしれないが、聴いてください。ウィンターズ。今すぐさ君のことを抱き寄せたい、僕らはずっと一緒にいられるかな。街ではすっと冷たい風が流れた、この冬はきっと
Thank you.
そのプロポーズの曲っていうのはカバー曲で、デートの曲はオリジナル曲なんですけど、そのプロポーズの曲が実はですね、木田太郎先生の曲なんです。なんだかどうなんだろう、一生懸命練習したんですけど、今週なくなって、とか思って、今からそのプロポーズの曲をやるんですけどね、2曲続けて聴いてください。
僕からでした。
とうございます。徳さん大丈夫でしょうか。業務連絡アンコールが成立しました。速やかにもう一曲お願いします。ありがとうございます。もう一曲じゃあ、最後はねカバー曲をやろうと思うんですけどね、なんだっけあ、メンバー紹介してないね。オンドラムス森下誠くん、オンベース足立忍くん、ギターとか山内でお届けをしております。どうも。じゃあカーズっていう曲のカバー曲をやりたいと思うんですけど、映画の漫画のディズニー映画のカーズの主題歌にもなっております曲です。You Might Think という曲をじゃあアンコールでやりたいと思います。お願いします。1時間ほど休憩をいただいた後に、まあ、第2部といいますか。